リーグ開幕から新潟の勝利はまだ1試合のみ。2連敗中で15位と低迷する中、14位の松本山雅 FC のホームに乗り込みました。新潟は前半7分、イブスキが倒されて得たペナルティーキックのチャンスをレオシルバが落ち着いて決め先制します。しかし前半23分、松本の前田にロングシュートを豪快に決められ同点に追いつかれます。6試合ぶりの勝利に向け、新潟は後半フォワードイブスキの高さを生かして攻勢に出ますが、ゴールの枠を捉えることができません。このまま引き分けかと思われた後半38分、レオシルバが中盤で奪ったボールを途中出場の山本が左足を振り抜いてシュート。これが決勝点となり、新潟が2対1で勝利。リーグ戦2勝目、6試合ぶりの勝ち点3をスタジアムに集まったサポーターにプレゼントしました。